山系の大ケヤキ市中に支えられている山系の大ケヤキは、山梨県南アルプス市地部にある、推定樹齢千年町のケヤキの巨木である。国の天然記念物に指定されている。甲府盆地の西部、釜梨川右岸の貸し球場、三大川線上地等南端の標高、約275メートルに位置しており、現在では周囲を住宅地と果樹園に囲まれている。 産経とは、この付近のかつての村名である。古くから名木として知られており、江戸時代後期に編纂された地市である、海の国史にも記載されている。1926年には、5つの枝を出し、畑の中に独立した木であるが、遠くから眺めると林のように反茂し、と、当時の山梨県教育委員会、史跡名称天然記念物調査報告書、 第2週に記載されているように、離れた場所から小山のごとく見える異様を誇っていた。1928年11月30日に、三景の大焼の名称で、国の天然記念物に指定。1957年7月31日に、指定名称が変更され、欅の表記が、カタカナの欅となった。異様を誇った三景の大焼も、 老木によく見られるように幹に空洞が生じ、1959年8月の台風や落雷による火災などの被害を受けたことにより、現在では主幹の中央部が裂けて2本に分かれたように見えるが、根元をよく見れば1本の巨大な樹木であることがわかる。1974年に測定されたデータによれば、根回り16メートル、 目通り簡位14.65メートル、樹高21メートル、枝張り東方11メートル、西方5メートル、南方10.5メートル、北方16メートルと大きく枝が四方に広がる巨樹である。1996年には地元の有志により山経の桶き保存会が発足し、土壌改良、普及防止、支柱の設置などの取り組みが行われ、 2011年7月現在では、受精は旺盛である。2019年、令和元年東日本台風の影響で一本が、折れる。3K のおけやき甲府市、3K のおけやきの一 a b c d 加藤むつを、他編、日本の天然記念物、講談社 p 四百五十二 p 四百五十四 i s b n 四から零六から十八万五百八十九から、 4A B ありがとうございます。